コシップっておかしいよ。上野駅に着きました。今日はこの上野駅からまた特急トキオに乗って水戸に向かいたいと思います。水戸からは鹿島臨海鉄道線に乗り換えてアニメガールパンツァーの聖地大洗に向かいたいと思います。上野のエキュートで朝ごはんを買います。このエキュートにはいろんなお店が入っているんで、まあ食べ物もあるでしょう。はい、今日はこの8号車で向かってきます。今日買ったパンはこちらのパン。お、反対だった。今日買ったパンはこちらのパン。パン。これね、浅野屋さんの美味しいソーセージパンですね。こちらいただきます。こんな感じ。うまそうでしょ。この前、昨日紹介した秘密兵器を実際に使ってみてます。こういう感じでね、ガラスにつけて GoPro Hero 5を取り付けることによって、こう、こんな感じで動画を撮ることができます。で、今普通に動画撮ってるんですけど、これを後でタイムラプスにしようかなと思います。はい、水戸駅に着きました。これから鹿島臨海鉄道線に乗り換えたいと思います。これラクニの iPhone ケース、こういう感じで切符の保存にすごく最適ですね。1回乗り換えのために切符出します。そして券売機、ここで大洗鹿島線の券を買います。まず JR の切符じゃなくて、この私鉄乗り換えっていうところを押して、その水戸から鹿島臨海鉄道で大洗320円、こちらを買います。ということで、こんな感じで切符を買います。大洗に着きました。ショッツ。はい、ありがとうございます。こんにちは、ゆうです。すっごい風と雨がすごいです。台風21号が今まさに来ていて、この大洗の周辺もすごい雨風が暴風雨です。この超大型の台風が来ているんですけれども、これから
大洗のシーサイドホテルの方に向かって行きたいと思います。うおシーサイドホテルに着きました。こんな感じでガルパンの戦車も置いてあります。今日はこの茨城県立大洗女子学園の修学旅行に来ました。ということで今日は嵐の中大洗に来ました。もう大洗のシーサイドホテルに着いてご飯も食べてお風呂も入ってあとはゆっくりするだけです。今日来たのはこのガールズ&パンツァーの修学旅行で来ました。それでは今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。ではでは。